こんにちは、ザツです。伊勢志摩ライナーに乗って伊勢志摩駅に到着したとこです。ここからですね、バスで伊勢神宮の内宮へ向かう予定でした。改札を抜けてバス停の方へ向かっています。駅から内宮までは、ちょうどですね2キロほどで、だいたい 2,30 分ほど歩けば、着く距離ということは、勉強してきてました。内宮行きのバス停なんですけども、もうすでに、結構人が並んでました。そしてあのバスが、来たとこです。こんなに人おる、すごない、まあ、そんな遠くないけどね。なんというかもう見た感じ、いっぱいだったんですけど、満席で乗れないということがアナウンスされてました。あとで来るの。ということで、次のバスを、待つことにしました。すごいね。結局ですね、次のバスが、なかなか来なくて20分以上あったので、歩いて、結局20分ぐらいだったということで、歩くことにしました。それだけでも人が今ね。早送りしてます。20分かかる距離を 20倍速で早送りしてますので、だいたい1分ぐらいに短縮される予定です。もし不要でしたら飛ばして行ってください。ちょうどですね、この日はもう気温がだいぶ低くなってまして、20度台後半で、天気も曇りだったので直射日光もなく、まあ多少汗をかく程度でトレッキングにはちょうどいい気候になってました。それがですね、駅からずっとまっすぐなんです。すごく歩きやすくてですね、よかったです。今回の目的地の一つに、到着いたしました。ここでですね、アレルギー等の、対応していただけるか確認を行っていきます。実はですね、娘の修学旅行でですね、翌日からこちらで利用する計画ということは聞いていたんですけども、電話ではなかなかニュアンスが伝わりにくくてですね、アレルギーの対応が、難しいということは言われてました。でまあ、伝わりにくかったので、ちょっと直接会いに来て、伝えた結果ですね、対応していただけるということで、良かったです。しかしながらこちらの雰囲気がとても良くてですね、すごく趣のある、場所になってました。まあ、帰ってきて話を聞くとですね、とてもいい対応をしていただいたと。ご飯も美味しくて、ものすごく気に入ってました。本当にありがとうございます。ぐるーっと周りを見回していたらですね、面白いものを見かけました。大きな亀があるんですけれども、雨水から水が引っ張ってあるんですね。で、蛇口をひねると水が出てくると。これは手洗いかなんかで使っているんでしょうか。街中にもですね、まあ、似たようなものが、何個か見かけまして、まあ、こちらの地方ではこういうものを使っていると。で、まあ、ゴミ箱もですね、まあ、風景に気を使ってこのような趣のある形で作ってありました。ポストがあったんですけど、これ使える
んですかね、使えそうな感じですね。かっこよく作ってあります。でこちらが赤福になります。有名なやつですね。で本店の方がすごく並んでいてなかなか入れないので、もしお時間があるようでしたらこちらの方に、いらっしゃると良いかも分かりません。一杯ご飯食べる。で降りて地下道へ入りました。すごく綺麗に整備されてて、ちょっと驚きました。もうこの時点で12時を過ぎていましたので、結構2人ともお腹空いてですね、山頭に入る前にどっかで食事を取ろうという話をしているところでした。でまあ途中気になったのが、組紐屋さんですね。アニメ映画の君の名は等で有名になった組紐、ちょっと地方は違うんですけども、すごく由緒のありそうな、感じでいろいろ置いてありました。特に奥の方のもやが、すごく、綺麗な作りがしてあってですね、まあ展示の仕方も、だいぶ感性を感じる感じでは置いてありました。この組紐なんですけど、結構神社のあるところでは結構置いてあったりするんですけども、まあいつ見ても複雑に縫ってあってですね、よくこんなのを作るなという感じはします。特段私が使うこともないんですけども、まあちょっと惹かれるとこもありますよね。なかなか面白いです。すごいねこれ。昔ながらの土間って感じ。でこの日はシーズンだったのか、修学旅行生が、いっぱいいまして、至る所で写真を撮っていたりとか、ご飯を食べていたりとかしてました。こちらはフルーツジュース屋さんですかね。まあ出店のような形で、出てました。ちょうどこちらに道場があったんですけど、こんなところに道場があるんだと、いう感じです。ちょっと形も変わってますよね。街で見かけた面白いもの、どら焼きにネズミの柄が彫ってあると、ドラえもんに喧嘩を売ってるんでしょうか。でこちらは高野山がありました。とてもいい香りがしてですね、ちょっと吸い寄せられるようにして入っていってしまったんですけども、まあ、結局をこう、買いました。でとてもいい香りが、するんですけども、メンソールが入っていて夏の、季節に合ったお香だそうです。あ、すごいね。入り口に置いてあったのが、感染症対策のですね、マスクの着用の、指示とアルコールが置いてありました。ちゃんとやってます。やっぱ参道だけあって甘いものも、結構充実してますよね。1個ぐらい食べればよかったなと今更ながらに思います。
ぶどう大福って結構でもでここから入るのがおかげ横丁ということで、入っていきました。実はじゃあ今まで何だったの？こちら結構提灯がいっぱいぶら下げてあってですね、夜に来たら、結構雰囲気良さそうだなという、感じがしました。次回はですね、ぜひ泊まりがけで来たいものです。すごいね。そば。うわ。美味しいの。いくらすんの？高いんちゃん。路地裏店よ。なんか面白いね。あとはもう糸に任せようか。そうやな。自分で必ず確認して。そうやな。うわ、なんか面白いこれ。今狭いとこは少ない人、横丁そばというところでお披露いただきました。牛骨ラーメンが、メインだそうです。横丁そばを2つ、横丁そば2つ、はい、ね、頂戴いたします。見た目は醤油ラーメンなんですけども、あの牛骨っていうとあのパイタンラーメンをイメージしてました。結構思った以上に上品なラーメンだったんですけども、お出汁が効いててですね、あの思いのほかあのしっかりしてました。チャーシューもかなり美味しかったです。観光地だと結構がっかりすることが多いんですけども、ここをちゃんとしたものが出てきました。結構私にはぴったりハマった感じです。ごちそうさまでしたということで、次を急ぎます。声かけといた場合から、すいません、あ、お邪魔です。こういうなんか路地裏的なとこ面白いですよね。雰囲気がとてもあの素晴らしかったです。どっちに行くんやろか。あ、本当よこっそや。あ、行けそうやない、これは全額。ああ、これが全然いけるやん。このキュウリスティック、キュウリスティック、安い。これ育てて買ってるじゃん。安い、買って帰る。モンゴル州370円。おトイレとかあんのかな、行く？大丈夫、食べたら全部あれない。ああ、森地よ。あ、森、ここの森じゃ効けそうやな。お箸、わ、お箸とかいいね。なんかこういうとこで買う。うん、ね、これだけを使う。そうやな。焼きうどんがある。なんかめっちゃ美味しいもんばっかりやる。とりあえずさ、お参りしてない？先食べちゃったけど、お参りしてからお腹空いたね。ちゃうんです。じゃあお参りしてまた食べよう。感動ってこと。じゃあ横丁後にして、参拝へ向かいました。結構こんだけお店が並んでてですね、何を食べても美味しいので、ここだけ来て食べ歩きしても結構面白いと思いました。よほど牛串のお店があったんですけど、こちら前にも来たことがあってですね、まあコロッケ思い立ったりして、帰りに寄りました。ここは行けたよね。石屋さん？なんでなんで？気になる。ああ、それだけ。
生丼、伊勢うどん食べてみたいな。もうなんか参道って言ったらうどん屋さんのイメージなの。あまりですね。うわぁ。本格的な参道に入ります。この有名な鳥居ですね、天照大御神が祀られています。すごいね。あのよく出ている、風景ですね。あのこの橋なんかはよく出てきます。で、伊豆津川の方を渡ります。あ、なんか鳥が止まったな。この枝にクラサギ、しかもって青サギ。ああ、なんやろあれ。今日望遠カメラ持ってきてないかな。ほら、鳥屋さん。お前、でかいね。でかいです。あと解析しても無理ある。ここが綺麗。これだけでも人が来るんや、ね、米づくに。力がなくなったわ。あかんなら通り壊れてねえ、一回も入れる。うまいな。エイスさん行こうよ、また。ここからあの境内の方へ入っていくんですけども、雰囲気がものすごく、良いと思います。ああ、そういえばそうだね。だいぶ給与目の方は伊豆津川の方で行いました。本当にですね、いつ見てもあの綺麗な川なんです。こちら綺麗やな、ここすごいね。で、まあ、初めて来た時には感動したものです。本当に綺麗な川だなと。透明度がすごいんです。綺麗や、ここは。こちら知らなかったんですけど、自動車のメーカーのイスズの、あの由縁となったあの川だということです。だからそうそうそう、しましまがおんの。なんやろね、カワヘビ。え、ねえ、行こう。面白いね、川。ねえ、
アマテラスです。あ、ちょっとですね、こちらの木のスケール感が、ものすごくて、人と比べるとですね、とてつもなく大きく感じます、うん、というよりも人間がほぼミニチュア感覚ですね。この音とスケール感が、なかなか画面による、画面の大きさによる、それはすごい。から撮影禁止なんだな、確か。そうね。ちゃんと事前に YouTube で調べる。でも撮影禁止なんだ。あれ撮っとこう。すごいね。何でもかんでもすごいわ、ここ。サイズ感が。なんだこれは。サイズ感がおかしいよね。多分ね。で、ここから撮影禁止ということで、看板がありました。撮影禁止です。はい、こっち。それは知らない。いつもとか言ったら書いてあるんじゃない。最後すごいあ、写真撮影禁止って書いてある。これおったな。ハゲ。おらんやん。今日はお休み中。人参くれないからストライキ中。ここら辺からですね、ものすごく晴れてきてですね、もう汗ばむぐらいに暑くなっていきました。あんまり。シラサギかな、あれ。ウが俺も。黒いのはウやな。ああ、ね、本当だ。水の中入ってる。いっぱいおるよ。ねえ、さっき曇ってたのにすごい晴れてる。やったやん。
で行きがけに見た牛串のお店ですね。こちらでもですね、娘が食べれるかどうかアレルギーの確認を行ってきました。で私たちは、前から気になってたコロッケの方をいただきました。卵も大丈夫ですか？どこか座る、ひっくり返らない。揚げたてコロッケ、牛肉の味がしっかり入ってて、かなり美味しかったです。朝早すぎない来てる朝早く本当や、めっちゃ分かりやすい、うん、どこに来るか。こちらは赤福の本店になりますね。すごい人気で、結構並んでました。どれぐらい待つんでしょうか。バス停に到着して、時間がぴったりはまっていればゲクへ、回れるのですけども、ちょっと時間が合わないということで断念しました。これまた残念です。じゃあ三宮バス、ということで今回は下空の方を諦めまして猿田彦神社の方へ向かいました。道をですね、開く神様として、知られているということらしいです。少しだけこじんまりはしているんですけども、境内は、すごくしっかり作ってあって、とても面白い空気の持った神社でした。右も左もひたくれもないやつ、なるほどね。あ、ひしゃくをやめてんのか、使うの。巫女さんのですね、舞が始まっていたみたいで音楽が聞こえてきますね。で、向こうからで、なんかあるんやろな。み、これか、コク、コクの後に卵を入コク、これいや、これかな。あ、そうだ。あ、こっち？近づく。ああ、飾れ石。
君が代に出てくるサザリ石です。こちらにあったそうです。サザリ石ね、サザリ石緑がめっちゃ綺麗やな。歩いて五十鈴川に到着です。看板とかが赤服だらけで結構風景も面白かったです。ここから木戸に着きます。本日はご視聴ありがとうございました。45分だ。あれ、鳩島。そうだ。あれ、これ、もしかして、特急しかない。え、特急しかない。